一致には、同い年の夫がいた。夫は多忙を極め、家に帰らない日も少なくない。次第に不満を募らせた一致は、夫へ当たるようになり夫婦関係は冷えていく。そんな生活を送っていると、夫はある日一致に別れを告げた。離婚を承諾し、ある島に移住した一致は、仕事を通じてとある依頼を受ける。一致が向かった先にいたのは、なんと離婚したはずの夫で。二人が迎えた結果に、スレミンは大号泣したのだった。理由もなしに離婚を切り出す夫。夫の衝撃の事実に、大号泣した話。夫が亡くなって随分月日が経った。今も私は、この場所から夫のことを思っている。私と夫は離婚をしていたが、夫の最期を看取った。後悔のない日々を送れて本当に良かった。今でも彼と最後まで一緒にいられた時間を、愛しく思う。離婚に至るまでは、私は本当に愚かだったけれど、奇跡とも思える再会があったおかげで、真実を知ることができた。離婚する時には夫に辛い思いをさせてしまったが、後に真実を知った時、彼の愛の大きさを知って、たまらなくなった。彼はどんなに感謝をしてもし足りない。思い出話を語らせてほしい。離婚した夫のことを看取るって、どういう状況なんだろう。やけぼっくいに火がついた感じか？もともと夫婦だったんだし、きっかけがあればよりを戻しやすいのかも。一致が稀なケースなだけだと思うな。私はある小さな島で細々と暮らしている。もともとは、本州の都市部で、バリバリと仕事をこなしていたのだが、30代後半で離婚して、それを機に引っ越してきた。同い年だった夫と出会ったのは、会社の同僚が開いてくれた合コンだった。ちょうど30歳を迎えた頃で、異業種交流会と銘打っていたが、あまりにも私に恋人の影が見えないものだから、同僚が見かねて出会いの場を、セッティングしてくれたのだった。夫とは共通の趣味があったわけでもなかったのが、一目見た時に、ああ、この人が将来の夫だ、というようなインスピレーションを感じ、自然と距離が縮んでいった。一目惚れというやつだったのかもしれない。夫も私も仕事人間で、会う時もお互いの家が中心というように。甘酸っぱいデートはあまりしてこなかったが、それでも短い時間で最大限お互いを慈しみ、愛情を深めていった。やがてもともと結婚願望がなかった私も、この人とならと思い始めた。そんな矢先にタイミングよく、夫からプロポーズを受け、快諾。付き合って2年ほどで結婚をした。結婚後は私の希望で仕事は退職。多忙な夫を支えるため、専業主婦となったのだった。それからは文字通り夫の帰りを、今か今かと待つ日々。慣れない家事をこなしながら、毎日帰ってくる夫をいたわった。はじめは、夫と毎日一緒にいられることが、幸せでたまらなかったが、だんだんと一人の時間が苦痛になってきた。夫の激務は付き合っていた頃から、承知していたのだが、結婚して3年目に夫が昇進したことにより、さらに家で過ごす時間が少なくなってしまったのだ。激務で疲れ切っている夫に気を使って、寝かせてあげたり、マッサージをしてあげたり、私なりにいたわっていたのだが、それよりも寂しさが勝ってしまったのだ。疲れた顔をして自宅へ帰ってくる夫に、私は不満をぶつけるようになっていた。またあなたの仕事で、一緒に出かける用事が潰れちゃったんだけど。ごめんね。今度埋め合わせするから。いつもそればっかり。私よりも仕事の方が大事なんでしょ？私のことなんて、どうでもいいんでしょ？そんなことないよ。お前のことも大事なんだよ。お前のことも、って、仕事よりは大事じゃないってこと。という風に、上げ足を取っては、辛く当たる日々が続いた。仕事と私、って、比べられるものではないことを、言われるとしんどいな。素直に寂しいって甘えたらよかったのに。甘えたところで、ごめんねって謝られるだけで、どうもしてくれなかったんじゃない？まさにその通りで、困った様子で私を毎回なだめるものの、それでも私が納得していないとわかると、ため息をついて何も言わなくなるのが常だった。結婚したのだし、もっと私のことも見てほしい、優先してほしい。その気持ちがだんだんと勝っていき、夫のことを、冷静に見ることができなくなっていた。こんな状態だったから、子作りなんてとてもできないし、私が夫に喧嘩を吹っかけることが多くなり、夜の生活もなくなった。それがさらに私の気持ちをぺしゃんこにして、夫へ辛辣な言葉を言わせるようになった。そんな私に夫は決まって、もう少しで仕事が落ち着くから、そしたらまたあの島へ行こう。と、言ってきたのだった。だが、いつまで経っても果たされる様子のない夫の言葉。私は、大事にされていない、と、さらにヒートアップした。私より仕事と結婚し直した方がいいんじゃない。
やっと帰ってきたと思ったら、そんな辛気臭い顔されて、私もいい迷惑なのよ。と、ひどい言葉を投げかけても、もはや夫が振り返りもしなくなったのを見て、漠然と夫婦の終わりを感じたのだった。いろんな夫婦がいるけど、これは一致がヒステリックすぎたのでは？でも口だけで何もしてくれない夫も、どうかと思うけど、俺はこんな家に帰ってくるの嫌だな。私は夫に対して、だんだんと怒りさえ感じなくなり、冷えた感情を抱くようになった。夫もその雰囲気を察したのか、仕事を理由に家へ帰らないことが増えた。もともと出張の多い部署だったから、最初は疑ってもいなかったのだが、ある日出張帰りの夫の背広から、自宅の最寄り駅にある、ビジネスホテルの領収書と会員カードを見つけてしまった。領収書には、私には出張と言っていた日付が記載されていたし、会員カードには一泊分とは思えない量の、ポイントが溜まっていた。もともと独身時代は出世頭として、女性に体操をモテていた夫。夫に私以外の好きな人ができたに違いない、そう思ったのだった。ヒステリックな妻のいる家でなんて、安らげないよね。一致自業自得じゃん。夫が私以外の女性と楽しんでいるなら、私だって辛い思いばかりしなくていいよね、と。私も夫に負けじと、外へ遊びに行くようになった。独身時代のように、夜通し飲みに行ったり、休日も休みなく予定を入れた。だが、そんな生活も長くは続かなかった。心から楽しめていなくて無理して、笑っている自分に嫌気がさしてしまったのだ。もうそろそろ、夫も私も自由になるタイミングかもしれない。私たちはお互いに逃げ回って、夫婦として向き合っていなかった。夫もお付き合いしている人と一緒になった方が、幸せになれるのならそちらの方がいい。私も心機一転、新しいステージに行くタイミングかもしれない。しかし、一度は一生添い遂げようと決意した相手。心から愛していたのは確かなことだった。だから離婚を切り出すには、かなりの勇気が必要だった。それに本当に終わりにするしか方法はないのか？と、悩む気持ちもあり。何日も悩みに悩み、ついに話をしようと心を決めた。だが同じようなタイミングで、夫から離婚を切り出されたのだった。ある日夫から珍しくメールが来た。お話があります。話せる日はありますか？と、ドキッとするような内容だった。私はそこで、もしかして夫も離婚を希望している？と、衝撃を受けたのだった。私は自分勝手だが夫は離婚を希望していないはず、と、思い込んでいたようだ。女の影が見え隠れしていようと、夫から離婚を匂わすような態度は取られなかった。だから、今更だが夫の気持ちに直面して、立っていられないくらい動揺した。勝手に涙も出てくるし、呼吸もだんだん浅くなる。ひとしきり泣いた後、もう、夫の心は私には戻ってこないんだ。夫を自由にしてあげなくちゃ。と、最後くらいは笑って終わらせられるよう、決意を新たにしたのだった。その日、21時を過ぎた頃に帰ってきた夫。久々に正面から見た夫は、驚くくらい痩せていた。夫の優しい目と口調はそのままだったが、二人の間にできた溝が埋まる様子はなかった。もともと口数の少ない夫がさらに無口になり、私が自分の気持ちを話している間も、節目がちで相槌以外は黙ったままだった。最後はお互いに尊重して、穏やかに別れられたら、と思っていたが、あまりにも何も語らない夫に、最後はイライラしてしまい、再び喧嘩腰になってしまった。そちらが話があると切り出してきたから、私も自分の気持ちを伝えているというのに、どうして夫は何も、語ってくれないのだろうか。どうしても夫の口を開かせたい一心で、私は彼女の存在について暴露してやった。焦って言い訳の一つでも言うがいい、そんな気持ちで。このゴミを読んでだんまりを突き通すのはなぜ？そうよね、どうせあなたには、新しい人がいるものね。どうせそれが後ろめたくて、何も言えないんでしょ？私知ってるのよ、あなたがこそこそ、他の女と会ってること。と、問い詰めた。すると夫は驚いたように私の顔を見て、ふっと一瞬笑顔を漏らしたのだ。そして少しの間を置いて。なんだ、バレてたのか。じゃあ、つべこべ言わずに、別れようか。と、離婚を切り出してきたのだった。私にひどく質問されているというのに、どこかのんびりとした口調に。不思議なことに私は思わず笑ってしまい、それにつられて夫も笑い出した。本当に久しぶりに、お互いの顔を見つめ合いながら、笑顔が出たのだった。内容が内容なのに、なぜか夫と笑い合うことができて、どこか嬉しい気持ちが湧いてきた。その後は以前のように、穏やかに会話をすることができたのだった。最後くらいは責め合うのはやめにしましょう。嫌いになって別れたくないのよ。と、私が提案すると、夫も賛成してくれた。
浮気がバレていたのを知ったせいか、夫の表情はどこか晴れ晴れとしていた。最後の別れはこじれずに済んだのね。こういう別れ方もあるのか。そりゃ、離婚が全部が全部、泥沼ってわけじゃないでしょう。その後はお互いがいつ出て行ってもいいように、二人で荷物を整理することになり、お互いの部屋や共有部分など、いろんなものを処分することになった。二人の思い出の品などは、どれも大切なもの。誰がどれを引き取るかなど、話しながら進めていった。夫はもともと気に入ったものを、長く使うタイプだったがこの日は迷いなく、ゴミ袋に突っ込んでいっており、その潔さに圧倒された。細かいものの処分が終わった頃には、すでに深夜になっていた。あとは大きな家電と、お互いの荷物だけになると。欲しいものが何かあったら、持って行って。今回のことは、俺が全部悪いし、償いだと思ってくれないか?と、夫が言い出した。心なしか、涙ぐんでいるようにも見える。やっぱり片付けている間に、寂しい気持ちが出てきたのだろうか。それは私も一緒だった。まだ少し出ていくまでに時間もあるでしょう?ちょっとずつ片付けようよ。一通り終わったんだから、今日はここまでにしよう。と、返事をした。くたくただったが、ほこりまみれになっていたから、お風呂を沸かして入った。湯船に浸かる間に、いろいろと考えた。まだ婚姻関係があるうちの浮気で、本来ならば夫に慰謝料を請求できるはず。だが、すでに夫婦関係は破綻していたことは確かだ。それにこれ以上、夫との思い出を汚すようなことはできない。慰謝料云々に関しては、先送りにすることにした。お風呂から上がって寝室に行き、寝る準備をしていたら、夫もお風呂から上がってきた。そしてスルッと私のベッドに入り込むと、私を抱き寄せてきたのだった。え?いきなりどうしたの?彼女にも悪いし、こんなのって変だよ。と、驚いて声を上げると。ごめん。今だけ、もう一度だけ、ただそばにいてくれないか?と、夫は声を振り絞るように言った。抱きしめられている夫の体は、小刻みに震えているようで。泣いてるの?と、聞いても、何も答えてはくれなかった。私は背中をさすると、夫の体が以前よりも骨張っているように感じた。ねえ、ちょっと具合でも悪いの?少し痩せたんじゃない?と、思わず聞くと、夫はすっと私から体を離し、一度深呼吸をすると。最近体重減らしてるからかな?と、言った。そうなの?本当に?と聞いた。夫は以前は筋肉質で、がっちりしていた。忙しい中トレーニングも欠かさない人で、自宅でも筋トレをしていたくらいだった。だから私が知っている夫の体と、様子が違いすぎて驚いてしまった。しばらく黙っていた夫は、そういうのが趣味なんだってさ。と、言った。ああ、そうなのか。彼女の趣味なのか、と、途端に気持ちが冷めていく。体型まで変えるくらい、彼女のことが好きだったら、私のことなんてもう放っておいてよ。最後の日だからって、泣いたりして。あ、もしかして、嬉し泣き?と、悲しくなってしまったのを、カモフラージュするために、言わなくてもいい闇を言ってしまった。すると夫は軽く笑いながら、そうだな。お前のそういうところも好きだったよ。明日からは別の人生を歩むけれど、俺はいつまでもお前の幸せを願ってるからな。と、言いながらベッドから出て行き、自分のベッドで寝始めた。この応酬で眠気が覚めてしまった私は、夫が寝入るまで見守っていた。全くマイペースなんだから、私も、あなたの幸せを願ってるよ。と、つぶやき、ようやく眠りについたのだった。次の日は、夜中まで作業をしていたおかげで、寝過ごしてしまった。隣を見ると、夫はすでにいなくなっていた。リビングに行くと、A4 の封筒がテーブルに置いてあり、中身を確認すると、記入済みの離婚届と通帳、その他の書類などが入っていた。すべてを見てみると、夫婦の財産関連のものだった。結婚した時に夫に言われて作っておいた、私名義の口座にはかなり大きな金額が入っていた。結婚して以来夫からもらう生活費だけで、十分生活できていたし、独身時代の貯金もあったから、すっかり忘れていた口座だった。慌てて夫の携帯に電話をするも、すでに解約されていたし、企業親や夫の友人に連絡をしたのだが、行方はわからなかった。仕方がなく会社にまで連絡をしたが、そこで驚愕の事実がわかった。仕事人間だった夫が、数ヶ月前に退職していたのだ。呆然としてしまった。新しい彼女と共に生きていくだけなのに、どうして行方をくらましたのだろう。ここまでする必要はあったのか?なぜ誰も何も教えてくれないのだろうか?離婚前から積み重なっていた心労もあり、その場にへたり込んでしまった。でもお金は置いてったんだもん、それで暮らしていけばいいじゃん。
一致が離婚した後に、困らないようにしてくれてた夫ナイスだな。いつ再会するのかな？なんで亡くなったんだろう。夫が失踪した衝撃で、人間不信になりそうだったが、しばらく自宅で一人でぼーっとして、ふと思った。せっかく夫が慰謝料を用意してくれて、私は自由になったのだから。好き勝手に生きてやる。私は大好きな場所で、しばらく暮らすことにしたのだった。そこは島民が5000人もいない小さな島。観光で夫と訪れたことがあり、私はその島の大自然とゆったりとした島の雰囲気が、本当に大好きだった。結婚した当初によく2人で、また行きたいね。と、頻繁に話し合った島だった。夫が、仕事が落ち着いたら来よう。と、よく言っていた場所だ。夫との思い出がたくさん詰まったあのマンションは、一人でいるには広すぎた。マンションは、どうやったのかローンは完済されており、あとは夫により手配されていた行政書士に依頼し、名義変更をするのみ、になっていた。離婚当初は夫の失踪で何もする気にならなかったが、1年発起した後に手続きをすべて済ませ、マンションは賃貸に出すことにした。さすがに完全に手放すことはできなかった。一致、なんだかんだで夫に未練があったのかな。ぐだぐだ未練だらけだよね。そりゃ、何の説明もなく夫が失踪しちゃったら、不完全燃焼になるだろ。夫がどういうつもりでこんな行動を起こしたのか、全くもって見当もつかなかったが、思い切って島への移住を決断し、心機一転引っ越しをしてきた。静かな島でゆっくり過ごし、幸い島の人にも顔見知りが増えて、顔なじみのお店なんかもでき、思いのほか楽しく過ごしていた。だがどうしても、生活が落ち着くと、気落ちする時間が増えてきた。質素な生活をしていれば働かないでも、生きていけるくらいの資産はあったが、何もしない生活は余計に、気をめいらせることに気がついた。そこで私は島で御用聞きのようなことを、仕事にしている知人に声をかけ、私も働かせてもらうことにした。高齢者の方も多く、買い物の代行や、話し相手になってほしい。などの細々とした依頼が多かった。最初はよそ者が来た、と、よそよそしく接されることもあったが、仲良くなるにつれて、可愛がってくれるようになり、自分の居場所を見出し始めた頃、新しい依頼主が登録されたと仕事仲間から聞いた。詳細を聞くと、本州から病気の療養に来ている人とのことだった。その方は、すでに治療の術がない状況で、ついの住処としてこの島を選んだそうだ。小さな診療所くらいしかないこの島で、最後を過ごすというのは、かなりの覚悟を持って移住してきたに違いない。担当になったら大変だなと思っていたところに、ちょうどその依頼主から依頼が入った。ちょうど予定がなかった私が担当になり、少しの緊張感を持って依頼主の自宅へ向かった。到着したのは、海が見下ろせる高台に立つ、小さな家だった。随分空き家だったところを、住めるように最低限の改修をして、住んでいるという話を聞いていたが、本当に雨風がしのげる程度の家だった。本当にこんなところで、最後を迎える気なのかしら。と、少し心配になりながら呼び鈴を鳴らした。するとしばらくしてから、やっと聞こえる声で、どうぞ。と、聞こえた。お決まりの挨拶をして中に入ると、依頼主は窓際でこちらに背を向けて座っていた。はじめまして、ご依頼いただきありがとうございました。と、お礼を言いながら声をかけると、今日からよろしくお願いします。と、振り向く依頼主。その顔を見て、心底驚いた。振り向いた依頼主は、別れた夫だったのだ。まさに青天の霹靂とはこのこと。彼の顔を見て、二の句が告げないくらい驚いた。夫も、まさか私が来るとは思っていなかったらしく、目を丸くして固まっている。どういうこと？彼女はどうしたんだ？病気を隠すために失踪してたのか。これは驚くなぁ。私だったら腰を抜かしてしまうかもしれない。はじめに唇を切ったのは、夫の方だった。なんだその顔。全部バレちゃったな。と、いたずらっぽく笑ったのだ。ここで何してるの？と、聞かれたが、私は職場で聞いた情報と、ここにいるはずのない夫の姿に驚きすぎて混乱し、うまく話すことができず、涙がどんどん出てきた。ボロボロと無言で泣く私を見た夫は、私の手を引っ張り自分の隣に座らせて、私が落ち着くまで手を握っていてくれた。だんだん落ち着いてはきたが、夫の病状を問いただすことはどうしてもできなくて、だからといって何と言っていいのかわからず、戸惑うばかり。夫は私のことを優しく抱きしめて、謝罪の言葉をずっと口にしていた。かける言葉が見つからず、そのまま座っていると、呼び鈴が鳴った。その音で我に返り、涙を拭いた。お客様だわ、ちょっと対応してくるね。
と、夫へ伝えて玄関に出ると、そこには初老の男性が立っていた。泣き晴らした顔の私に驚いたようだったが、男性は軽く会釈をして中に入り、今日の様子はどうですか？と、夫へ話しかけている。この島唯一の診療所の医師なのだろう。話には聞いていたが、ここに来てから一度も診療所へ行ったことがなく、医師に会ったのは初めてだった。夫は特に変わりはない、というような返事をし、医師と雑談をしていた。診療所は入院することはできず、看護師一人とこの医師のみで運営していると聞く。この人たちが、島の命綱だと同僚が話していたのを思い出した。ということは、やはり事前情報の通り、夫はこの島で最後を迎えるつもりなのだ。夫の決断とはいえ私にも何かできることはないかと、二人の会話を聞いていたが、10分程度の雑談をした後に、医師はすぐに帰ったのだった。だが私はいても立ってもいられず、医師を撃った。追いかけてきた私に医師は再び驚いていたが、元夫婦であったことを話すと、納得してくれたようだった。私は夫の姿を見てからずっと気になっていた、夫の病状を医師に聞いたが、ご本人の同意もないのに、勝手に話すことはできないよ。と、いさめられてしまった。当然の対応だったが、私は本人には聞けなくて必死だったため、そうですよね。と、ひどく落ち込んでしまった。その様子を見て気の毒に思ったのか。歩ける時間はとても少ないと思うよ。私も最後が一人というのはどうかと思っていたんだ。ぜひ一緒にいて差し上げて。と、医師は少しだけ教えてくれた。お礼を言って家に戻ろうとしたところで、はっと気づいた。そういえば、新しい彼女はどうしたのだろう。家に戻ると、夫は私が医師を追いかけるのを予想していたようで。やっと帰ってきたね。と、優しく笑っていた。その後、依頼された時間が終了したものの、夫のことをどうしても放っておけず、夫に頼み込んで泊まらせてもらうことにした。どうしても仕事と割り切ることができなかったのだ。夫の家は、最低限の荷物しかなく、布団も一組だけ。一緒に寝るしかなく、最後にいつ一緒の布団で寝たのかわからないくらい。久しぶりに、寄り添って寝たのだった。ここに至るまでの話や、この島で過ごした旅行のこと。たくさんの思い出話をしたが、夫の病状についてはついぞ聞けなかった。その理由には、彼女の存在もあったのだ。泊まると夫に言い出す前に、彼女のことを聞いていた。その、私と別れた後、彼女と一緒にいたんじゃないの？一緒に来なかったの？当然ずと聞いたところ、夫は、はは。と、短く笑い、それ以上は何も言わなかった。きっと悲しい別れがあったに違いない。夫の傷をえぐることになってしまうから、それ以上は聞けなかった。夫との会話も、夫を傷つけることのないよう、気をつけてしていた。そして、その次の日から職場に事情を話して、しばらく休みをもらうことにした。もうあまり残っていない夫との時間。その時間をなるべく一緒に過ごしたい。夫はすでに長い距離を歩けなくなっていたから、車椅子で出かけられる場所にたくさん行った。会話はそんなにしなかったけれど、何も不足なんてなかった。前回の旅行で行った場所や、初めて行くところ、いろんな景色を二人で見た。結婚していた時に、こんな風に夫に寄り添えたらよかった。私は離婚してもなお、抱いていた夫への気持ちが、膨らんでいくのを感じていた。でも今更どうしようもない、夫に伝えたところで、混乱させてしまうだけ。このまま、友人に近いような関係で、いさせてもらおうと思った。楽しい時間を過ごせたのは束の間だった。確実に病魔は夫を蝕み、楽しみにしていた外出にも行けなくなるくらい。あっという間に体力が低下した夫は、寝たきりになりうとうとと眠る時間も増えてきた。医師は毎日訪問してくれて、痛みがないのが救いだね。これは自然のことだよ。と、言っていた。こんなにも早く夫とお別れの時が来てしまうなんて。私は夫がいつ目を覚ましてもいいよう、片時も離れず看病した。時折夫は目を覚ましては、夢の延長のような話をしたり、昔の話を今のことのように話したりした。そんな話を聞くのも、私にとっては何よりも愛しい時間だった。愛しさが募る分、悲しみも深くなる。その後夫はほぼ眠った状態になり、私たちの間に会話がなくなった後も、私は夫のそばから離れずに、好きな本を読んだり、窓から見える綺麗な夕日の様子を、夫に伝わるように話しかけた。ある時、とてもいい天気で海が綺麗だったから、その様子を手を握って伝えようとしたら、夫の手が冷たくなっていることに気がついた。呼吸の感覚も空いていて、胸は不自然に上下を繰り返している。慌てて医師に連絡をすると、すぐに駆けつけてくれた。血圧もだいぶ低くなってるから、
静かに迎えられるようにしてあげよう。夫さんはイッチさんにそばにいてほしいと思うから、私は席を外します。何かあったらすぐに来るから、安心してそばにいてあげて。と、医師は言うと、夫に別れを告げて、外へ出て行った。ああ、ついにこの時が来てしまった。早すぎるお別れに、身が引き裂かれる思いだった。わかっていたけど、本当に辛い。涙が止まらない。わかっていても、その瞬間は辛いよね。ねえ、私はあなたに出会えて本当に幸せだったのよ。いろんなことがあったけれど、本当はあなたのことが大好きなの。最後に一緒にいられて本当に幸せだった。ありがとう。と、夫の耳元で、囁くように私は言った。すると、夫の手が、かすかに私の手を握り返した。医学的にはありえないことのようだが、私ははっきりと感じたのだ。間もなく夫は最後の息を吐き、静かに天に召されたのだった。私の涙は止まることはなかったが、夫が選んだ最後に寄り添うことができて、どこか嬉しく思った。それからは、夫のお葬式の手配などでバタバタして、忙しくて悲しみに暮れる時間はなかった。夫は身辺整理をしっかりしていたため、煩わしい手続きなどはさほどなかったが、それでも遺品は残っている。遺品整理もさせてもらい、ようやく自宅へ戻れたのは、夫が亡くなって納骨が済んでからだった。納骨が済むまで夫の家にいたのは、夫がいたこの家から離れるのが、惜しくなっていたことも理由の一つだった。自宅の郵便ポストを見ると、郵便物がたくさん溜まっている。一つ一つ確認すると、懐かしい筆跡を見つけて、手を止めた。それは夫の字だった。何十通も夫から手紙が来ていたのだ。ほぼ私と一緒にいたはずなのに、いつの間に。手紙は私と再会した日から始まっている。夫は私との再会をかすかに期待しながら、この島に来ていたそうだが、まさか本当に会えるとは思っておらず、とても驚いていたとのことだった。嬉しい気持ちを抑えて私と接するのが、すごく大変だったと書いてあった。夫も同じ気持ちだったんだ、と、じんわりと胸が温かくなった。しかし日付を追うごとに、夫の筆跡は乱れて、手紙の内容も短くなっていき、病状をまざまざと見せつけられた。悲しみも感じながら読み進めていくと、あるところで目が止まった。私たちの離婚についての真相が書かれていたのだ。夫の闘病が始まったのは、まだ婚姻中のことだったこと。発見した時には、すでに手遅れで、手の施しようがなく、最後の望みをかけて受けた治療も、期待した効果はなかったそうだ。そこで、病気を共に過ごす人生を、私にはさせたくないと思った夫は、一芝居打って、離婚をしようと考えたらしい。離婚の計画を立てた夫に、私はまんまと乗せられてしまったということだった。まさか私が他の女性がいると勘違いするとは、思っていなかったようだが、これで慰謝料として、多額のお金を渡せると思った夫は、私の勘違いを否定しなかったそうだ。治療はもう必要なかったから、君に全てを残して、不自由のない生活を送らせてあげたかったんだ。と、夫のよれよれになった字で手紙に書いてあった。私は、なんという勘違いをしていたのだろうか。彼の気持ちに気づかず、ひどい言葉を投げかけた。ごめんなさい、ごめんなさい。と、自然に謝罪の言葉が口から出てきた。するとインターホンが鳴り、来客があった。玄関に出ると、そこには夫を見取ってくれた医師がいたのだった。ずっと、夫さんから手紙を預かって、毎日私が投函していたんだ。最後の方は意識が戻らなくなる前に、何日か分をまとめてもらっていた。これは、最後の手紙だよ。あなたが自宅に帰ったら、渡してほしいと言われていたんだ。と、一通の手紙を差し出した。これが、正真正銘の最後の手紙。泣き晴らした目から、再び涙が出てきて、医師の顔が見えない。ありがとうございます。と、なんとかお礼を絞り出して、手紙を受け取った。手紙には、筆圧が弱くなり薄くなった字だったが、ありがとう、愛してる。と、確かに書いてあった。私たちは、遠回りをしてしまったが、確かに気持ちは繋がっていたのだ。私も愛しています。と、そっとつぶやくと、家の夫が微笑んだ気がした。泣いた。涙が止まらない。今一気は幸せなの？夫が亡くなってから数十年経ったが、私は今も島に住んでいる。すっかり島民として認められて、穏やかに過ごしている。夫のお墓は、本人の希望で本当の霊園に納骨したものと、分骨し、義実家側のお墓に納骨したものがある。私が普段お参りに行くのは本当の霊園だが、亡くなった直後に少しだけ、遺髪をもらっていたので綺麗に梱包して、遺影と共に海の見える棚に置いている。夫は今でも、
好きだった景色を見ていることと思う。私も亡くなったら、本当の夫のお墓に入るつもりだ。それまでは、夫との思い出が溢れるこの島で、余生を穏やかに過ごしたい。一致は夫と最後に気持ちが通じ合ったことで、幸せを感じる生活を送ることができました。あなたは一致の夫のように、病を隠され失踪されたらどうしますか？コメント欄にて教えてくださいね。なお、供養の形としてペンダントなどの中に、個人の位牌や遺髪を入れることもあるそうです。他にも遺骨を使い人工ダイヤモンドを作るサービスなどがあります。それぞれの気持ちに沿った供養の形を選べるのはいいですね。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。